CD のレーベル印刷を行います。はい、お願いします。トップメニューからまず、レーベル印刷を選びます。はい、いろんな確認事項がありますので OKOK を順番に押してます。原稿をセットします。で最初お試し印刷をしますので位置の確認をします。今スキャナーでデータを読み取っているところです。あ、これもちろんパソコンからもアプリケーションがありまして印刷することができます。読み取りが終わりましてこれからお試し印刷です。ちょっと見せていただけますか。という感じです。はい、それではこれから本番の印刷です。